番配達員。女性をナンパするも、見事に撃沈し、ネットにさらされてしまう。がネットで話題。内容はこちら。ウーバー配達員が、恐ろしい行動に出てしまっているようです。では、眠るちゃんさんのポストより、内容を見てみましょう。眠るちゃん。ウーバー配達怖すぎる。このウーバー配達員の行動、女性にとっては恐怖以外の何者でもありませんよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これは怖すぎる。食べれんわ。中身も何か入ってそうで怖い。これちょっと食えない。怖い。こんな手紙付きの食べ物、食べるの怖いよ。何入ってるかわからない。キモすぎる。ウーバーに通報したら解決するんですかね。他の配達員さん風評被害。ウーバーの評判下げるなよ池田。他の真面目に働くウーバー配達員も迷惑でしょうね。次はこちら。手紙に書いてあった。僕は男もいけるので。池田お前ホモなのかノンケなのか気になるだろ。池田さん男もいけるのねわらわらわら。両方いけるの強すぎるわら。男もいけるので、これ一番怖い。岸田、稲田、怖すぎると書いたそこのあなた。LGBT 理解増進法違反です。美味しいもの食べて、か、まるで金は自分で払って振る舞うかのような言い草で笑った。美味しいもの食べて、自腹。このウーバー配達員、一体どのような人物なのでしょうね。次はこちら。これだからウーバーは怖い。恐怖までデリバリーせんでよい。もともとウーバーイーツなんて、どんな奴が配達しているかわからないから、頼んだことない。こういうストーカーのような輩が、社会の隅々にいると思うと、ゾッとして新しいサービスなんて、利用する気になれない。これだから、そのお店の店員ではない人の配達は信用できないのです。バイト以下の奴に配達してもらう人の気が知れない。ウーバーイーツ。普通に頼むのが怖いですよね。最後はこちら。自作自演。一生懸命汚い字書いてるけど、丸文字っぽさせめて隠せよ。これ嘘松じゃないならバカだろ。相手に知られてる状況じゃん。SNS にアップさせて特定しようとするやつじゃない？もしもインスタとかフォロー化で上げてたら、消した方がいいかもです。マジならヤバすぎる。SNS チェックもしてそう。怖いし、晒されるまで計算してたら余計怖い。自作自演との声もありますが、もしもこれが事実だとしたら、恐怖でしかありません。結論。確かに Uber Eats は、お店の店員ではなく、どこの誰かもわからない第三者によって配達されるサービスです。しかし最近では、ウーバー配達員の需要も増え、どこでも見かけるようになりました。それだけウーバーイーツに需要があるということは、一定の信頼もあるということ。しかし、今回のような危険なウーバー配達員が出没してしまえば、ウーバーの評判が悪くなりますからね。やはりウーバーイーツ側も、配達員の採用に関しては、しっかりとした審査基準を設け、まともな人間を採用する必要があると思います。とにかく今回のような危険人物は絶対に採用しないようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。